時は五冠末期、朝廷内の権力争いにより世は大いに乱れていた。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、張覚という男が現れる。彼は紀州で太平堂を起こし、人々を救済。瞬く間に民の心を掴んでいった。そして中平元年、張覚率いる太平堂は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。